ショートプログラムで2位につけました。はるかちゃん頑張れという声援が飛んでいます。今井はるか、東京の中学3年生15歳。曲はネバーランド。去年の全日本ジュニア7位から一気の躍進を狙います。トリプルループ、スピードからきれいに決まりましたね。降りた後の流れがあります。もう一つ3回転トリプルフリップ。相当緊張はしてると思うんですが、落ち着いて見えますね。はい、ダブルアクセルからの連続ジャンプがあります。ダブルアクセル、ここは一つきっちりと決めてきましたね。今シーズンはジュニアグランプリシリーズベラルーシ大会1大会のみ出場したんですけれども、ショートプログラム3位からフリーでトップの得点をマークしての逆転優勝でした。トリプルルッツだったんですが、ステッピングアウトしてしまいましたね。これは少し引かれてしまうかもしれません。東日本ジュニアは4位の成績。ただ非常に体も柔らかいですし、はいはい、スピンのポジションを見ても非常にバランスを取るのがうまいですね。スムーズです。ループ、それからダブルアクセルのシークエンス。去年初めてジャパンの強化メンバーに選ばれて自信がついてきたといいます今井。トリプルサルコー、ダブルトーループ、ダブルループ、そんな中でジャンプを中心に自らを鍛えてきました。ダブルアクセル、この後半できっちりとジャンプを決めてくるところでは非常に高いポイントにつながっていくと思いますね。爽やかな風がリンクに流れて今井春香、これはちょっと上位もちろん楽しみになってきましたね。得点の方もここまではそれぞれの選手落ち着いて自分の持ち味出していますよね、はい、出してますね、はい、まあ、最後の方ちょっと疲れてしまったのかなというのがステップで見えたんですけれども、まあ、あの点その点を除けば、はい、ジャンプそれからスピンといいところ持ち味を見せてくれたんじゃないでしょうかね。まあ、いろいろ反省点課題というのはこれから出てくるんでしょうけれども、一つの殻を破りそうなそんなきっかけを見せたこのフリーの演技。今井の得点が出ます。フリー 91.10、 ショートとの合計 144.15。 コーチと手を取り合って喜んだ。現時点で今井トップに立っています。